ライブ配信見てね、見るねか、見てね。あさってです。耳見てね、見てね、見てね。ライブ楽しみね、私も楽しみ。絶対に絶対に見てください。さっきママからも買ったよって連絡が来た。来てた。まだ返事してないけど。昨日の公演は誰かのリクエスト、リクエストもらってない。リクエストもらってないです。TU の名前をこっそり教えてください。何それ。TU の名前、ツツーの名、ツーなの。こんばんは。ティーンジュニとライブ見るね、見てね。あ、やっぱティーンズユニットって TU ってティーンズユニットだよね。何名前って。岡本彩香です。岡本彩香ですけど何か。岡本彩香ですよ。ここにも書いてあるよ。ツツチリさんの卒コン当選しましただって。登録発表出てるんだ。楽しみ。ジュリさん、ジュリさんに会いたいよ。ジュリさんに会いたいよ。多分今日同じ建物にいたのに会えなかった。金祭り外れたって。なんでよ。なんでよ。チュリさんのやつ早く見てほしい。いや早く見てほしいし、早くやりたい気持ちはやまやまなんだけど、ちょっと卒業しちゃうと思うと悲しい。チュリさんにたいな。こんばんは。こんばんは。当たったチリさんの、チリさんのやつは楽しみな曲があるので楽しみ。さっきコンビニでチケット代振り込んできて早っ。早いですね。行動がいいと思います。楽しみだけど来てほしくないな。大福頑張っています。ありがとう。そっか、そこまで会っていくれてないのに。
でさ、このリハーサルがあったから会えたけど、最近はやってないから会えなくて悲しい。1ヶ月こんばんは。寝てるの？起きてるわ。喋っとるやんか。起きてるわ。昨日の公演セクシーだったって。昨日の公演のちょっとテーマは癖でしたね。癖をちょっと、昨日は、まあ、体力勝負ができない日だったので、ちょっと癖を出していきました。はあ、劇場で会え見たいって。次は16日。マジで癖、多分ね、クールガールとか癖だった多分。クールガール、クールガールもね、癖で乗り切ったね。あとシャムネコをちょっと癖出しすぎて間違えちゃった。歌割りずっと歌ってた。歌わないとこずっと歌ってた。癖が強すぎるんじゃ。なんかね、そういうさ、なんかアドバイス中みたいな人のやつ見て嫌な気分になった朝から嫌な気分になった。見つけてしまう、そういうのをね、見つけてしまって嫌な気分になった。アドバイスのつもりかもしれないけどね。公園、昨日は公園だった。手が筋肉痛になりました。クールガールのあのある一部分はもうなおさんの見た時になんだこれはって思って、なんだこれはすごいって思って、あのちょっと昨日やった。今日はピスタチオ、ピスタチオの服を着ました。そういうのに逆、そういうの逆にいいねしないの。エゴさんだ。そういうの逆にいいねしないの。なんか昔はなんか私の自分の悪口とかめちゃくちゃいいねしてたんだけど、なんかちょっとめんどくさくなっちゃってやめた私の、ね、服、私ね、この間レッスン着でね、もう全身ピスタチオみたいな服着たの。本当にやばいやつ、パジャマみたいな、多分部屋着にするよ感じ用のピスタチオの、まあ、下はこれこんなやつね。これを全身着たらなんかやっぱ大人数のリハだから目立たないとダメじゃん。目立たないと自分がどこにいるか分かんないから、振り振り見た時とかに、なんか一番目立とうと思って全身ピスタチオ着てたら、まさかのおしりんさんとほとんど一緒だったおしりんさんとなんか全身かぶっちゃって面白かった。そう、コンサート全滅だったって。ピエンだそれは、ね、100人いた昨日、めっちゃ多かった。俺厄介だけど説教、俺厄介なのね。ブロックしようかな、コメントブロックしようかな。マジでおしりんさんとほとんど一緒で、写真撮ろうと思ったんだけど忘れちゃった。そう、おしりんさんも多分目立とうとしてやってきて、私は目立とうとしてやってきたらなんか同じになっちゃった
しかもいつもこんな色になるのになんかその日めっちゃいたの同じような色が。そうパジャマやんってみんなに見せて回った。しかもこれをさ、このいちごのヘアゴムをエゴさんと一緒にさおちょんぼにしてやってたからマジで寝る前みたいな感じでした。七三つ編みかわいいね。これ今撮っちゃった。そう気合うお尻さんとなんかそれはさゆきさんとかに言ったらキャラかぶりしてんじゃんって言われた。キャラかぶってるよ。何語何語最近前髪がうまくいく日はない。何食べてんの？ラムネ。ラムネはねなんかね疲労の回復にもなるし満腹感もね得られるんだって。だから食べてる。おるさんが教えてくれた。エゴさんショールーム始まったね。さっき通知来た。エゴさんに会いたい、エゴさんに会いたい、会いたいなーって言っといてください。なんそうクエン酸だっけ、なんだっけ、なんとか酸、ブドウ糖、なんだっけ。いいらしいよ。今日ラムネ飲んだ。エゴさんのところにきなこちゃんはいますか？たった一回できた。昨日めっちゃ人いっぱいいたね。でもあれでさ満員より半分ってことはさもっと多かったわけじゃないですか今まで。信じられん、信じがたい事実。びっくりしちゃう、もうびっくりしちゃう。ボトムライン見るよ、見てね。見てね見てね見てね、絶対見てね。配信で見てね。今からはもう買えないので、あ、買えないじゃない、申し込みなので。ライブ
ライブ配信とアーカイブアーカイブあるんだっけ、分からん。虫はどうだった？なんかさ、虫がさ一生喉のとこにいてさ、ずっと吐きそうなんだよね今日タイムシフトあるって。あります人の言葉を盗む。これは何、これはさ通常普通なのかな、なんか喉にずっといるんだけど。タイムシフトあるのでぜひ、エゴさんのライブもその後あります。私は見に行けるのでしょうか。ちょっとさ、行こうとさ、行きたくてさ、発表された直後にエゴさんに LINE してさ、行きたいですみたいな言ったんだけどさ、結局行けるのかどうかちょっとまだ分かんないみたい。本当に行きたい。ティーンズユニットのチケット買いました、ありがとう、楽しみ。私が楽しみなのはあの曲ですね。あの曲とあの曲の流れが好きですね。あとあの曲も好き。13日は3公演とも当たった。え、そんな人いんの？すごっ。みそのさんも行きたいな。そう、アフタートークもあるみたいなね。ニューアスお願いします。 M もさ割としてるくない？ SKE の公式ツイッター見てる方は見てくださいぜひ。割とねニューアスしてる方だと思う今回。そう、私たちは SKE なので SKE なので SKE の公式が宣伝してくれてます。ありがたや、ありがたき。もうどこを縦読みすればいいの？もっとわかりやすいよ。まあいろんなねコンサートとか公演とかを見てる方はわかるかなっていう感じの匂わせだよね。おみっちゃん、おみっちゃんっていうの？私もなおさんに会いたいぜ。でマジでみその座さん近くなおさんポスターいっぱいいる。いたた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 。はやのソロ曲あったらいいな。ないやろソロ曲なんてやったらもう何分経っちゃうよ。ソロ公演はねありますからね、その次の2回エゴさんとカナさん
ソロの曲が見たい方はそちらをね。どうしたって言われた。どうした、何が何が、こんばんは。さきさんとカタラーノ食べたよ。いや、さきさんは食べてなかったんだけどね。この話はブログに書いたのでぜひ見てください。昨日の公演はみなるんさんと一分お話ししました。行きの車両からずっと話してた。ほらなんかね、後半 MC が背中クイズ分からなかった。そう、背中クイズ、メールの方はずっとイナルさんがお膝に座ってた。なんか後輩 MC がなんか お友達になろうみたいな MC だったから、私も友達になりたいです。なんで私の時は、私が収穫した時はそのこんな MC やってくれなかったんですかってやったんですかって言って、うるせえって言われた。膝に、膝ってここじゃないよ。膝っていうの、なんていうの、足、太もも。なんで、なんでですかって。そう、椅子がなかったの。うるせえ、結局そんなこと言って、お前は結局一番はなおだろうって言われた。そこはちょっと否めんなって感じです。でもこの間みなるんさんはなおさんとの LINE をさらされてたので、それを言ったらなんかすごい、なんか勝ち誇った顔をされた、見てされたで始まったオーバーチャーが。これで見ましたよ、 LINE 見ましたよって言われて、好き、いいでなりました。でってるで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 真面目な顔をしてた。
るあるです。オーバーチェア前で結構ね、あのね、くだらない話してる。そのやりとりちょっと聞こえちゃって、嘘だ、それは嘘だ、それはさすがに嘘だ。アイリちゃんとはなんか喋ってたけど、アイリちゃんと喋っててなんかうるさすぎてちょっとやばいってなったけど、公演前は私が「知ってますかこれ、マリアが始まったらオーバーチュア始まるんですよ」って言ってた。オーバーチュア前はね、なんかね、面白いと、なんか幕を開いた瞬間笑いこらえるのが大変です。でも緊張してる時はそんなのできない。でも一回公演前に油淋鶏の話をしてて、その油淋鶏が後ろのブースまで聞こえたよみたいな言われて、ってことはじゃあファンの人に聞こえとるやんみたいな。ファンの人もさ、話せないからさ、今静かにしてなきゃいけなくて、だから余計にね聞こえちゃうんだよね。だって反省会で油淋鶏が聞こえたって意味やからん。緊張してる時はもう本当に一人で無理になってこうやってダーンってやる。コールもできないからオーバーチャーチームもあんま叫べなくなっちゃった。もう16人の時とかは立ち位置がめっちゃ近かったから、最初の立ち位置がだから K2 公演の時はずっとあのオーバーチャージをずっとなおさんと手つないでた。チューターンって話すみたいな。やってました。 S 公演とかは本当にもう隣に近くにいるからずっとなんか幕開いても喋れちゃうみたいな。だからさ、なんかさ、もうさ大変だよね。マンモスになった瞬間切り替えなきゃいけないの。こうやってさ、もうさニッコニコニッコニコでさ、こうやってさ見てやってんのにダーンって真面目な顔しなきゃいけない。出る直前とかにさ面白い話してて急に出なきゃいけない、シャム猫とか気持ち入れ替えなきゃいけないから大変。ユニットライブは緊張する。うんうん、まあまあ、いや今はしてないけど、まあするんだろうなっていう気持ち。でも楽しみ。この曲をやります。連動分かったらすごいね。今のはちなみに1曲目。
こんばんは。シャム猫、シャム猫いいよね。でもね、結構おあーってなる曲だね、これは。意外な曲もある、意外な曲は、うん、意外な曲はあるかな。あ、あるか、あるね。でも私も知らなかった曲とかもあるし、楽しいと思う。好きすぎて辛い時は愛ならどうしますか好きすぎて辛い時どうしますか。いや、これに関しては私にもまだわからない。好きすぎて辛い時は、まあ、嫌いになろうとはする。嫌いっていうか好きなのをやめようとはするけど、なんか結局無理だからちょっとよくわからん。マリンさん、やったことない曲あるとか。私なんてほぼやったことない曲で、やったことある方が少ない。まあ経験が浅いけど、でもだって 7D2 の先輩でもやったことない曲とか多分あるし、まあこれで気になったらぜひ、あの私のツイッターから飛びますので、あと SK の公式、もう結構宣伝してくれてたり、非公式の方も宣伝してくれてたり、テレビジョンさんとかもね載せてくれてるから、ぜひに、ぜひにっていうか絶対見てください。5年くらいいてやったことないとかなかなかだね。でもナオフさんもお葬式の立場やったことないって言ってたし、やったことない曲もね意外とあるもんだよ。あと12分、なんかあるかな話すことなんか話すことあるかな。なんか髪の毛が本当に、前髪が本当にさうまくいかなくて悩んでます。眠いって、私は今日お昼寝したんだ。気づいたらめっちゃ寝てた最近料理しました？してない。本当に最近は結構あのありがたいことに忙しいので、自炊はしてないですね。前髪分けは絶対無理。前髪センター分けで似合う人は本当に美人だよ。絶対本当に美人しか似合わん。本当に美人だから、美人の人は前髪センター分けでも可愛い。
だからナオさんは本当に可愛いんです。前髪でさ下げれるからさ、前髪がなくても可愛い人は本当に可愛い。だからナオさんは本当に可愛いんです。そココナがお家に来て気づいたら寝てた。歌いそうになっちゃうぜ、歌いそうになっちゃうぜ。いろんなさコンサートのリハをしてるからいろいろ歌いそうになっちゃう。でもおでこ出すとあれだよね、運気が上がるみたいな言ってたラブリーさんが公園で。でもこういうさ前髪はよくいるじゃん。なんか私もこれ公園で一回やろうとしたんだけど前髪が短くてできなかった。横短いとできないんだよ。みっちゃんの前髪マジで綺麗。そうだよ、なおさん、なおさんに会いたいな。前いっぱいさリハとかしてメンバーにミメンバーみんなにやってるけどさ、やっぱりなおさんがさいないとさ悲しいんだよね。前髪はなんか今のやつはもうちょっと伸ばさないとできないんだよね。だからやらないけどね。それが怖いからあんまりショールームやらないと思った。歌っちゃうの？いや普通にね、あのね帰ってきたらもうねショールームできない時間とかだからできなかった。たわけね。いいよね。でもいいな、私もできるようになりたい。で私は今スケイに入って2番目ぐらいのブス、一番ブスだから今本当に。でもその理由がちょっと分かったから最近ちょっと頑張ろう。お疲れちゃんだよ本当に。今日は久しぶりに朝本当にちょっとだけお仕事してコンクール本当に4分だ終わった、4分で終わった。朝から行って4分で終わってそっからまあ自主練してでココナと、いやその前にご飯食べた。セブンイレブンのあのねツナマヨ、玄米ツナマヨってやつめっちゃ美味しい。玄米ツナマヨとショートパスタのミートソースのやつボロネーゼみたいな一緒に同じの食べてあれめっちゃ美味しいからおすすめ。これ4分でこれご飯食べて、今回自主練をそれぞれまあ公演だったりとかココナの公演、私はライブの自主練して、で私のお家に来てお昼寝してご飯食べて帰ってきた。マジで4分、本当にね数えてたの。数えてっていうか始まった時間さ見るじゃん、てか決まってるから分かるじゃん。で終わった時間見たら4分だった。あ4分で終わったってでも最近は毎日早起きって、早起きって言っても私にとってはだけど早起き、早起きだからちょっとなんかねアラーム今日かけ忘れちゃったんだけど、昨日も寝落ちしたの。昨日も寝落ちしてでも起きれた。
毎日寝落ちしてしまう。しかもメイク落とさないで寝ちゃうんだよね。また怒られちゃう、スズランさんに。ビッグワンガールズさん予約したよ、ありがとう。また近くなったらお知らせします。疲れてるね。え、疲れてるように見える？ごめんなさい、ちょっと気をつけます。ちょっと今から洗濯しないと明日着る服がないので洗濯する。ジュナさんに怒られちゃう。一個落とさないで寝ると。ゴルラン、横になっちゃった。似合ってないじゃん。今の被り方で似合ってるっていうの？可愛いよね。メンバーにも可愛いって言われた。スズランさんとこの間会って写真撮ろうって言ってくれたのに撮れなかったです。やっぱリハがね長時間だから忘れちゃうんだよね、朝言ってたこと。朝言ってたこと夜に忘れちゃうんだよね。こちらこそ見てくれてありがとう、ショールーム。あさってのライブもよろしくお願いします。明日は配信できるかまだ分かんないけど、まあできない可能性の方が高いので、そう、あさってはみんなのおかげでできるライブなので見てほしいなと思います。ぜひぜひ見てね。いや絶対見てね。チュリさんのライブも楽しみだね。チケット、ネットチケットをね買えちゃうのでね。楽しみです。私も見てください。みんながはいって言ったら終わると思う。ちょうどまだあるか。見てくれるかな。ロトムラインのお披露目ライブ見てくれるかな。1個だけ来た、2個だけ、あ、来た、久しぶり、久しぶりのいいと思うだ、いいと思う。そう、お仕事の方もアーカイブっていうか、あのタイムシフトあるのでぜひ見てください。見に行ってくれる方もぜひ楽しみにしてます。楽しみにしてください。ラムネがどっかに行ってしまったところでさようなら。バイバーイ、バイバーイ。今日も一日元気に健康に過ごせてよかったね。幸せだ。